フリルフルールは、滋賀県在住の小、中、高校生のメンバーで構成された、日本の女性ダンスボーカルグループである。愛称は、フリフル。株式会社フレンド滋賀に所属。主に、滋賀県内のショッピングモール等で、定例公演を行っていた。滋賀から全国へ、笑顔と元気を届けます。おテーマに2011年9月からの2回の、 オーディションを経て7名で結成。1年間のレッスン後、デビューシングル、ラナウェイ、君を思うと、を先行配信し、2012年10月28日に、滋賀県大見八幡市のイオン大見八幡、ショッピングセンター2番街、アクア21のセンターコートでデビューイベントを開催した。2013年8月に、NHK の連続テレビ小説、 アマジャンマップキャンペーン地元サポーターの滋賀県代表に任命されたほか、滋賀県草津市にゆかりのある著名人で結成された草津市の PR 集団、草津ブースターズに任命されている。ブースターズナンバーは2番2014年4月29日、草津市立水生植物公園水の森で行われたフリフル卒業ライブをもって解散。フリルフルールが デビューライブを行ったアクア212012年2013年2014年各メンバーには公式ニックネームと花の名前を冠したフリフルネームが与えられている2012年2013年2014年ありがとうございます